日本でニューヒーローリーグが開催されている時、片桐宗政はその合間を縫ってドイツハンブルクを訪れていた。全日本ジュニアユースには彼の力が必ず必要になる。全国少年サッカー大会優勝を果たし、南葛市へと戻ってきた翼や若林たち。ロベルトの突然の帰郷、美咲の旅立ち、仲間たちがそれぞれの道を歩み始める中、若林もまた旅立ちを決意していた。翼、俺はドイツに行く。専属コーチである三上達夫が日本サッカーのレベルアップのためにドイツに研修を受けに行くという。お前も俺と一緒にドイツに行かないか。若林君がドイツに？翼、お前がブラジルに行くということを聞いてから俺も考えていたんだ。世界レベルの選手を目指すなら世界のサッカーを知らなくちゃなって。ドイツのサッカーリーグは世界トップレベルのプロリーグで、数多くの素晴らしいゴールキーパーを生み出している。俺が行くべきはドイツだ。世界一のゴールキーパーを目指すよ。旅立ちを決めた若林は翼にもう一度1対1の勝負を挑む。初めて出会い、初めて勝負をした場所で2人の天才少年は再び向かい合う。来い翼、勝負はワンプレーだ。お前でもペナルティーエリア外からは決めさせん。翼、俺はドイツでプロになれるまで日本には帰ってこないつもりだ。若林君、俺は南葛中に行くよ、みんなと。俺も夢を諦めない。みんなと南葛中で戦って、いつか必ずブラジルに行くよ。そうか、じゃあ今度会う時は日本代表でだ。夢を誓い合い、二人の少年は握手を交わす。その日までさらばだ翼。よし、これで50本連続セーブだ。さすがだ若林君。あなたは？私は日本サッカー協会の片桐という者だ。三上さんが代表合宿で来られないのでね、私が代わりに来たんだ。君のいるクラブと君の代表参加の交渉のためにね。ああ、あなたが片桐さんでしたか。その話は三上さんから聞いています。君が小学校を卒業後にドイツに渡り、このハンブルクで武者修行をすること早3年、そして今やこのハンブルクジュニアユースチーム、さらにヨーロッパのクラブジュニアユース大会を制覇したゴールキーパーだ。俺だってこっちに来て最初は大変だったんですよ。通用したのは負けるものかって気迫だけ。チームメイトと馴染めずに随分喧嘩もしました。それでも君は厳しい環境に負けず、力を磨き続け、激しい競争を勝ち抜き、そして結果を出してきた。その実力、そして世界のサッカーの厳しさを知る君が日本代表にはぜひ必要なんだ。
久しぶりだな、若林。君は変わるハインツ・シュナイダー。シュナイダー、うちのクラブから移籍していったお前が今さら何をしに来た？今日はクラブの選手として来たんじゃない、ドイツ代表の選手として来たんだ。代表合宿で高めた自分の実力を測っておこうと思ってな。なるほど、そういうことか。そうだ、ペナルティエリア外からの1対1、いつもの勝負だ、若林。いいぜ、受けて立つ。カール・ハインツ・シュナイダー、若林と共にハンブルクジュニアユースをヨーロッパナンバーワンに導いたストライカー。一方若林はペナルティエリアの外からはゴールを許さないという伝説を持っている。事実、小学生の時の翼もヒューガも若林を相手にペナルティエリアの外からのゴールを決めることはできなかった。その若林からもシュナイダーは 50% の確率でシュートを決める、そう三上さんは言っていたが、行くぞ若林。来いシュナイダー。また一段成長したなシュナイダー。俺の目標は世界一。今度の世界大会、俺が必ずドイツを優勝させる。若林、大会で会おう。あれがドイツの若き皇帝か。映像では見ていたが、直に見るとその凄さがよりわかる。我々の夢を成し遂げるには、あの高い壁を乗り越えなければならない。片桐さん、クラブとの交渉よろしくお願いします。俺も代表に参加して必ず日本を世界一にしてみせます。そして日本ではニューヒーローリーグを終え、全日本ジュニアユース選抜選手が決定し、新たなる大会へ向けての準備は着々と進行していた。だがまだ足りない、もう一人、何としてでも彼に参加してもらわなくては。間に合ってくれ。アメリカで行われる新たなる世界大会、ジュニアユースワールドチャレンジ。その大会のために集められた大空翼を中心とする全日本ジュニアユースの選手たちは、日々競い合いながらチームとして成長。そしてついに高校の全国大会を制覇した東邦学園高等部に勝利するほどの強さを身につけた。自分たちの実力に自信を持った日本代表の選手たちは、初めての世界大会に向け遺産で渡米する。やってきたぜアメリカ。はしゃぐなよ、恥ずかしいだろ。いいじゃねえか、気にするなよ。あっちにいる女の子たちかわいいじゃん。ヨーヨーヨー、 My name is 梁石崎。あいつ何やってんだ。
噂みたいなやつだな。ま、でもお前の言う通りだな。遊ぶのはまた今度にするか。みんな元気ですね。まったくだ。俺は疲れたぜ。やっぱり座り続けるのは性に合わねえ。でも初めての世界大会なんだし、彼らの気持ちはわかるよ。うん、俺も早く自分の力が試してみたい。大会が待ちきれないよ。翼らしいな。俺もここに来られなかった奴らの分も頑張るぜ。それじゃあみんな、これから合宿施設に向かう。はぐれるなよ。そういや、今日って平日だっけ？ああ、この大会がなければ俺たちも今頃学校で勉強してたんだろうな。勉強できないなんて残念だよな。なんだ、そのことなら心配はいらないぞ。みんなの学校から授業のカリキュラムは預かっているし、教えてくれる先生も手配してある。安心して勉強とサッカーに打ち込んでくれ。マジか、タイ。はーい、とほほ。着いたぞ。ここが我々の合宿施設だ。すごい。おいおい、グラウンド何面あるんだよ。あれが宿舎か。ずいぶん立派な建物ですね。ああ、東方学園の寮よりもすごいな。私もヨーロッパの名門チームを見て回ったが、これほどの施設はお目にかかったことがないな。世界的 IT 企業の創業者、ジョージ・カージナル氏が設立したサッカー専門の教育施設です。カージナル氏は今回の大会メインスポンサーの一人で、全ての大会参加チームの練習と宿泊の拠点としてここを提供しているそうです。へえ、金持ちなんだな。ま、もっと正確に言えば、この島の施設の全てがカージナル氏の設立したものだ。この島全部がかよ。じゃあ、あのでっかいスタジアムとか、やたら立派そうなホテルとか、ああいうのも？そうだ。試合はもちろん、教育や宿泊も含め、サッカーに関する全てを集めたこの島を、アメリカサッカー、いや、世界のサッカーの中心地にするつもりだと、カージナル氏はインタビューに答えていたよ。そうか。アメリカが強引に大会をここに持ってきたのは、その宣伝を兼ねてのことかもしれないな。はい、そうかもしれません。はあ。世の中、スケールの大きな男がいるものだい。そうだ、君たちに大事なものを渡しておこう。カージナル氏の会社で開発された翻訳機だ。翻訳機？これが？ただのワイヤレスイヤホンじゃん。けどそれにしては随分小さいぞ。耳の中にすっぽり入るくらいだ。この機械を通すことで各国の言葉を自動で翻訳してくれる。耳の中に入れ込んでおけばまず外れることはない。だから練習でも試合でも使うことができる。すごい。これがあれば世界中のサッカー選手と話せますね。まだ試作段階だそうだが、試験的に今回の大会の参加選手とスタッフに提供されている。
この大会には多くの国から選手が集まる。これを使って世界中の選手と交流するのもいいだろう。うわ、人がすげえたくさんいるぜ。どうやら先に来ていたチームと取材陣のようだな。開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君、ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着した模様です。キャプテンはブライアン・クライフォード君。彼のプレーもまた今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテンジノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。あれがヨーロッパの選手たちか。みんないい面構えしてやがったな。ああ、あいつらの目から自信が伝わってきたぜ。うん、早く彼らと戦ってみたいな。あ、記者の人たちこっちに来ますよ。いや、石崎亮ついに世界デビューか。写真写りとか大事だよな。ナナ、俺の頭寝癖ついてないか。坊主頭のくせにそんなもんつくか。あれ、素通り。ち、俺たちのことは眼中にないってことかよ。相手にする必要がないくらい日本はレベルが低いと思われてるんだろうね。いいってことよ。みんなすぐにわしらの実力を思い知ることになるたい。そういや片桐さん、俺ずっと思ってたんだけどさ、確かチームの登録人数って23人だよな。でも俺たちのチーム21人しかいないんだけど。そうだ、本当はあと2人いる。実は今その2人に参加を打診しているのだが、まだ二人とも合流の目処は立っていなくてね。二人って誰です？君たちがよく知っている二人、若林玄三と三崎太郎だ。若林と三崎？本当ですか？ああ、もちろんだ。若林が？若林は所属するクラブと契約上の問題があってね。我々も交渉しているんだが、まだ合流の日取りが決まらないんだ。はあ、いろいろ面倒なんだな。じゃあ美咲君は？彼はまだ参加を迷っているようだ。彼はこの3年間どこのクラブにも所属せず、本格的なサッカーもしてこなかったそうだ。だから君たちと一緒に連携プレーをする自信がない。自分が入ったらチームの輪を乱すんじゃないか、そう心配していてね。そんな。
美咲くん、そんなこと気にしなくて大丈夫だよ。小学校の時だって君の転校初日にいきなりコンビを組んであんなにすごいプレーができたじゃないか。だからきっと翼、いない人間について考えてもしょうがないだろう。ああ、まずは今いるメンバーでベストを尽くそうぜ。全てはそれからだ。うん、そうだね。君と、それじゃあみんな、大会に向けて今日から頑張ろうぜ。ああ、目指すはジュニアユースワールドチャレンジ優勝だ。ああ、自分の力を出し尽くして戦おう。よし、みんな一旦休憩だ。ふぅ、やれやれ、いい汗かいたぜ。三上さん、プレマッチの交渉がまとまりました。全部で3試合です。ああ、ありがとう。みんな聞いての通りだ。明日以降は実戦も入る。しっかり準備するんだぞ。はい。それにしてもいい練習場だな。うん、最高の環境だね。君が翼大空だね。あなたは？これは自己紹介が遅れて失礼した。私はジョージ・カージナル。日本の皆さん、私の施設へようこそ。へえ、おじさんがそのなんとかいうでっかい会社の社長なんだ。おい、石崎。ご挨拶ありがとうございます。私は日本サッカー協会の片桐というものです。それでカージナルさん、今日は一体どういった？実は翼大空と一度話がしてみたいと思っていてね。ちょっと一緒に来てくれないか？ええ、それはいいですけど。私もご一緒してよろしいでしょうか？ああ、その方が彼も緊張しなくて済むだろう。来たまえ。どうして翼のことをご存知なのですか？私はサッカーが大好きでね。専門のスタッフを世界中に派遣して情報を集めさせている。そこで日本に翼という素晴らしい才能の選手がいると報告を受けてね、先月の初めに日本まで大会を見に行ったんだ。中学生の大会を見るためにわざわざ日本へ？当然じゃないか。輝ける才能のためならば私は世界中のどこにでも行く。特に大会の決勝戦は素晴らしかった。一人の選手が才能を極限まで絞り尽くす様はそう見られるものではないからね。ところで翼。はい。この施設の感想はどうかね。聞かせてほしい。すごいと思います。グラウンドも練習器具も宿舎もすごく立派です。うん、ならばここで思い切りサッカーをしてみないかね。え？君は中学生だったね。どうだろう、卒業後にアメリカに来ないか。君のような才能を私は求めているんだ。優れた選手は優れた環境、組織、戦術の下で最も輝く。私はそう考えていてね。翼の才能をより際立たせるには私のサッカースクールは最適だと思うんだ。
どうだろうか。お話は嬉しいですけど、俺は卒業後にブラジルに行くつもりです。ブラジルに？彼の師がブラジルにいましてね、中学卒業後にその師の指導を受けるためにブラジル留学を予定しています。そうか、それは残念な話だ。だがもしも気が変わったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。君のような才能ある選手のためにならいつでも門を開いている。まあ我々のアメリカチームと戦えば今の君の気が変わるかもしれないがね。え？今回のアメリカ代表の選手のほとんどは私のサッカースクールの生徒たちだ。明日のプレマッチ、まあ楽しみにしておきたまえ。お話中すみません。監督がそろそろ練習を再開したいと。じゃあ俺行きます。ああ時間を取らせてすまなかったね。頑張ってくれたまえ。失礼します。カージナルさんは南葛と東方の決勝戦以外もご覧になったのですか？ああ見させてもらった。ではお伺いしたいのですが、翼以外に気になった選手はいましたか？いなかったね。あの大会翼は残念なことに大怪我を負っていたね。しかしその翼に誰も勝てなかった。つまりその程度の選手たちだ。もちろん彼らの一生懸命さをバカにするつもりはない。そのプレーぶりは尊敬に値するものだったよ。だが才能や能力の評価は別の話だ。なあ翼、お前だけ呼ばれて何の話だったんだ？それでアメリカに来ないかって誘われたけど断ってきたんだ。へえ。でもさ、スカウトされたってことは実力を認められたってことだろ。すげえじゃん。でも翼だけ呼ばれたってことはつまり俺たちのことは眼中にないってことかよ。くっそ、俺のことを舐めやがって。確かに翼にはスカウトされるだけの力がある。けどその翼と競り合った俺だって負けてはいないはずだ。いいだろう。明日のプレマッチで俺の実力を証明して認めさせてやる。よし、みんな聞け。今までは各人の調整に終始してきたが、今日からは実戦だ。まず手始めに地元アメリカとのプレマッチだ。アメリカの選手たちは幼い頃から体をかなり鍛え込んでいる。その鍛えた体を利してフィジカルで潰しに来る傾向が強い。十分に注意してくれ。ではスタメンを今から発表する。フォワード日向、橘正雄、新田、ミッドフィルダー翼、松山、橘一雄、ディフェンダー相田、慈瞳、高杉、石崎、ゴールキーパー若島津。以上だ。名前を呼ばれなかったメンバーもいつ試合に出てもいいように準備しておくように。はい。全日本ジュニアユース、これだけのメンバーが集まったんだ。
日本の高校生にも俺たちは勝ってきた。このアメリカ遠征、目標は戦勝すること。負けなしで日本に帰るぞ。おお。三上さん、本当に良かったのですか。我々はこの大会に向けて各国のデータを集めてきました。アメリカの情報をもっと選手たちに伝えた方が良いのではありませんか。いいんだ片桐君、まだプレマッチの間に済ませておかねばならないことがあるんだ。はい。全日本ジュニアユースチームが結成されて初の対外試合、日本対アメリカの一戦。全国中学生サッカー大会で激闘を繰り広げた選手たちがついに世界に出て戦うのです。翼くんや日向くんたちがその力を世界に見せつけられるか、注目の試合が間もなく始まります。どいつもこいつも貧弱な体してやがるな。なに？まあいいさ、俺たちが島国のお前たちに世界のサッカーってやつを教えてやるぜ。俺たちの世界との戦いが今ここから始まるんだ。さあ試合開始のホイッスル、行くぞ。おっと、キャプテンの翼くん早くも得意のドリブルでアメリカに仕掛けていく。抜かせるか。抜く。なに、うまい。翼くん見事なフェイントでブレイクくんをかわした。みんなそいつを止めろ。お、アメリカディフェンス対処して翼くんに向かっていく。ヒューラくん、お翼、翼くんとヒューラくんのワンツー、中学生サッカー夢のコンビで迫り来るアメリカディフェンスをかわした。行くぞアメリカ。翼くん早くもシュートの体勢。ペナルティーエリアからやや遠いが翼くんにとってはシュートレンジだ。ドライブシュートだ。出ました、翼くんのドライブシュート。アメリカの空に鮮やかに弧を描く。日本早くも先制点。何？なんとアメリカゴールキーパーのアズワン君、翼くんのドライブシュートをキャッチした。こんなお辞儀するだけのボールがドライブシュートだ。笑わせんなよ。そんな、俺のドライブシュートがあっさりと。ほらよ、どんどん来やがれ。無造作にボールを打ち上げた。日本を挑発しているのか。貴様、後悔させてやる。ヒューガ君ボールを拾った。そ、アメリカよ、これが俺の力だ。くらえ。出た、ヒューガ君のタイガーショット。もうこの突進が今度こそアメリカゴールを。
何？ダメだ。アズワン君またもキャッチ。ヒューガ君のあのタイガーショットを難なくキャッチした。こんなものがトラだって？翻訳機が故障したか。アズワン君再びボールを打ち上げた。やはり日本を挑発している。くっそ、舐められっぱなしでたまるか。なんとこれも簡単にキャッチ。ソーダ君のカミソリシュート、松山君のイーグルショット、新田君のハヤブサシュート、そして立花兄弟のスカイラブハリケーン、その全てをアズワン君が防ぎ通した。嘘だろ。ラッキーラッキー、まさかフィールドで空中サーカスが見られるなんてな。おいアズワン、いつまで遊んでやがる。うるせえな。ほらよ。よし、ここからは俺の出番だぜ。アメリカの反撃開始。センターフォワードのブレイク君が日本陣内に突進していく。止める。解き上がる。ブレイク君、巨体の勢いを乗せたドリブルで石崎君を跳ね飛ばした。パワー勝負なら負けんたい。それは俺のセリフだ。おお、なんとパワーディフェンスを誇る慈瞳君が跳ね飛ばされました。見ろ、これが本物のシュートだ。来い。君のシュートが若島津君の腕を弾いてゴールに入った。日本先制されてしまいました。くそ、止めたと思ったのに、なんて重いシュートなんだ。どうだ、これが俺様のブレイクシュートよ。相変わらず頭の悪いネーミングだな。くそ、俺たちの攻撃が防がれた上にあいつ一人に決められちまった。大丈夫、試合時間はまだまだあるんだ。これから頑張ろう。さあ試合再開。日本、失点のショックを引きずらず、なんとか早く同点に追いつきたい。翼、翼くん、ここからどのようにゲームを組み立てるか。お前らの中心が翼だっていうのはもう分かってるんだよ。みんなかかれ。おう。あとアメリカ、またも翼くんに激しいチャージ。負けるもんか。それでも翼くん、意地のドリブルでアメリカディフェンスを突破にかかる。すごいドリブルだ。アメリカディフェンス5人をごぼう抜き。これが日本の生んだサッカー小僧、大空翼だ。さあこれで6人抜き。今だ、もらったぜ。あとフェイントの終わり際を狙ってブレイク君が激しいタックル。ブレイク君のタックル、翼君の足元深くに入った。大丈夫か翼。足が。翼君、左の足首を押さえている。これは古傷の場所でしょうか。おい貴様ら、何をしやがる。こんなにラフプレーばっかりしやがって。何を甘いこと言ってやがる。サッカーは格闘技だぜ。
グラウンドは強いやつだけが生き残る戦場だ。あの程度で倒れるひ弱なお前らが悪いんだよ。何？日本ベンチ動きます。どうやら翼くんに代わって沢田くんが出るようです。監督、俺いけます。交代は。翼、君の闘志は買うが、これはプレマッチ。万が一があっては困る。交代してドクターに見てもらうんだ。はい、わかりました。翼さん、たけし、ハードを頼むぞ。はい。翼くん、やはりここは交代です。足の怪我が大したことがなければ良いのですが。ここで試合終了。日本対アメリカのプレマッチ、日本は3対0で敗れてしまいました。試合途中で翼くんを欠いた日本、変わった沢田くんが試合を作ろうと頑張りましたが、アメリカディフェンスにパスを寸断され、攻撃を組み立てることができませんでした。また日本の選手はアメリカの激しい当たりに負ける場面も多く、最後まで自分たちのペースが作れないまま試合が終わってしまいました。まさに世界の壁にぶつかったというところでしょうか。俺たちが負けた。何もできなかった。これが世界のサッカーなのか。全然大したことないじゃないか。なんでこんなのと試合させられたんだ。どうせデータ集めだろ、あいつの考えそうなことさ。データって言っても弱いっていうデータしか取れてないぜ。まあな、あいつらとは違うグループだし、あのレベルじゃ予選は勝ち抜けないだろ。言いたい放題言いやがって。わしらは疲れ切ってるのに、あいつら笑ってやがるたい。あれで全然本気じゃなかったってことかよ。みんな、翼、足はどうだった？うん、軽い捻挫。何日か別メニューで調整すれば大丈夫だって。そうか、よかったな。それにしても手ひどくやられたな。うん、これが世界なんだね。この試合、結果的に翼くんが交代した時に終わってしまった。つまり翼くんが潰されてしまったら、何もできないチームになってしまうということだ。ならば翼くんが集中して狙われないようにターゲットを分散したりフォローしたりする選手が必要だけど、それもいない。それに相手のプレイスピードにもついていけていない。少しの妨害で連携が寸断されるのも問題だ。世界と互角に戦うためにまだまだ乗り越えなければならないものは多い。ではどうするかだけ。今日は出番がなかったな。まあ結果はこの通りだ。情けねいいんだ。どうなっちまって悪い。俺も頭を冷やす時間が必要らしい。まあ今日はもう仕方ないけど、ベンチだからって気抜いてるんじゃねえぞ。自分も戦ってるつもりで試合を見てろ。
分かったな。なんだこの気配。翼さん、監督が呼んでます。分かった、今行く。あれが翼大空か。彼は優れ者かもしれないな。この大会でどう成長するか。Magos del bar.